マイマイシンコと千年の魔法は、高木信子の自伝的小説、マイマイシンコを原作とする、片淵主治家監督、マッドハウス制作によるアニメーション映画である。昭和30年代の山口県豊富市を舞台に、お天場で空想好きな少女のシンコと、東京から来た転校生のキーコとの友情を描く。文部科学省特別選定、文部科学省選定。 本作品は三十数巻という小規模で公開され宣伝もほとんど行われなかったため工業的には振るわなかったが感動した観客からの熱心な活動が行われたこの作品の高い評判が片淵監督の次回作この世界の片隅ににつながることになった原作は著者の少女時代を小説の中で見事に再現したがアニメ化によって舞台となった 昭和30年の山口県豊富の風景が圧倒的に美しい映像で描かれた。公開当初、本作の観客動員数は低迷し、劇場公開は4週間で終了した。監督の片淵主事家が後に分析したところによれば、大きな問題は2点あったという。一つ目は、広告宣伝の方向が親子向けを志向し、アニメファン向きではなかったこと。そして二つ目は、 一般的な社会人が干渉しやすい夕方以降の上映時間を組んだ映画館が少なかったことだった。だが、作品の質の高さから熱心なファンを獲得し、上映継続を求めるインターネット署名運動が行われる等の動きを呼んだ。これらの動きに呼応して、いくつかの映画館が上映継続に名乗りを上げ、2年間に及ぶロングランに結びついた。また、 山口県防府市では、まさに映画の舞台となった国画の中心地で野外上映を行ったり、松崎小学校や沢神社など、映画の舞台となった実在の場所を探訪する、毎毎新古探検隊が何度にもわたって行われている。地元との良好な関係性についても特筆される。当初、海外での DVD リリースはされなかったが、 海外のファンからのキックスターターでの熱いラブコールに答えて英語版 DVD の制作販売が企画されている。昭和30年の山口県豊富市。青木信子は祖父の小太郎から1000年前のとの話を聞かされる。平安の時代、この地は数王の国と呼ばれ、国外籍や当時の地名を今でも留めている。広がる麦畑の下には1000年前の町がある。 新子はそこに住む自分と同じ年頃のお姫様、宇部子を想像する。物語は、新子と宇部子の時代を行き来しながら進む。新子は、東京から転校してきた、島津キ子と仲良くなる。新子とキ子は、茂るたちと桑畑の水路をせき止め、大きなダム池を作って遊ぶがそこへ一匹の金魚が、現れる。新子たちは金魚に、ヒズルと名付けて飼い始める。 保健室のヒズル先生が結婚すると聞いた新子たちは、金魚のヒズルに花やビー玉を飾って祝うが、翌日ヒズルは死んでいた。新子は、ヒズルを土石の記念碑の裏に葬り、千年の魔法で帰ってきてくれるよう願う。新子たちは金魚を探すが見つからず、諦めかけたところを、達吉に鼓舞される。だがその日の夕方、達吉の父親が借金区で、 首吊り自殺したとの知らせが入る。新子は米を詰めた一升瓶を背負って家を出ると達吉を誘い、父親を自殺に追い込んだバーカリフォルニアにあだうちに行く。だが達吉は泣き崩れるバーの女に手が出せず、生前父親と仲良くできなかったことを悔やみ、新子と店を飛び出す。達吉と別れた新子は用水路に金魚を見つけ、キーコを連れてきて夜道で金魚を眺める。 翌日、日鶴先生は退職。冬の終わり、新子の祖父も亡くなる。春、新子一家は、父親の勤務先の町に引っ越すことになり、キイコたちに見送られて旅立つ。2008年8月24日、周南市の KRY 山口放送本社で、声優を選ぶオーディションを実施、川上里市政、奥田風花が、地元から応募した376名の中から、 選ばれている。日本の文化的要素が強く、アクションやファンタジーに欠けるため、海外での商業的な成功は難しいと思われたため、当初この作品は英語圏でのリリースはされなかった。しかし海外でのアニメ祭で受賞して、作品に感動した熱心な海外のファンも多いため、2012年の2月に英国のグラスゴーの会社オールザアニメが、 英語版 DVD ブルーレイ制作にかかる3万ドルを集めるため、キックスターター運動を開始したところ、わずか24時間以内に英語字幕版に必要な3万ドルを達成。5日後に英語吹き替え版に必要な6万ドルを達成。さらにその後30日間で当初の目標を遥かに超える10万7千ドルが集まった。 過剰の予算は DVD のボーナス特典の制作に使用される予定。賛同者の合計は1891人で55ドルから75ドル支援した人が最も多かった。2014年11月のリリースを目標に制作されている。主人公、新子の母親の長子は29歳。舞台は昭和30年代の山口県豊富市。片渕監督は そこからわずか10年遡れば、戦争中で、長子は子供を見ごもる中で大変であっただろうと考えていた。その頃、映画の資料で協力してもらった法府市の関係者とイベントで一緒になった際、その人が持っていた、夕泣きの町桜の国のクリアファイルがきっかけで、河野文雄のこの世界の片隅にを知ることとなった。舞台は広島。山口から、 地続きの隣の県で10年しか差がなく、長子と鈴は一切違いで、キャラも似ている。読み始めて、すぐに引き込まれ、生活のディテールを表現する点など自身と同じ、作品への姿勢に共通するところを感じ、アニメ化を決意する。企画は、細田守の才能を生み出し、時をかける少女のアニメ化は細田に持ちかけて実現させ、渡辺真一郎の坂道のアポロンや、 今瓶の劇場作品をいくつも手掛けた丸山正夫が両作品とも務めた。当初、丸山は本作のテレビアニメ化を考えていたが、2010年10月に舞台となった豊富市で、毎毎進行と千年の魔法の野外上映会が開催され、地元だけでなく、全国から千人余りの人が集まった。まるで村祭りのようにスクリーンに集った熱心な人たちを、 見て、丸山は、テレビアニメよりもハードルのずっと高い劇場アニメ化の企画を決断した。そして、半券元の二馬車に映像化の許可を求めて、連絡するが、すでに、テレビドラマ化の決定が下されていた。しかし、二馬車の担当は、毎毎進行と千年の魔法の監督であると知ると、それならばと、ドラマ化とは分けて考えることにして、アニメ化については、 ぜひこちらへ預けたいと社内を調整してくれたという。丸山は映画制作を成立させるべく多くの会社と交渉をしていったが、父として進まなかった。困った丸山は2013年1月頃多くのアニメ作品を手掛ける牧太郎に参加を依頼し、牧は前作、毎毎進行と千年の魔法の DVD を見た。驚愕し尋常でない感動をした巻は、 苦労を背負い込むことになってもプロデューサーを引き受けると決意を固めたという。しかし、配給の打診は進展せず、マキはクラウドファンディングを試みることになった。このアニメはファンタジー、魔法、ロボットのようなアニメらしい特徴がないが、ファンとなった人たちは片淵監督を押し上げたいという匂いを感じてくれ、クラウドファンディングで支援してくれたという。 クラウドファンディングは目標を大きく上回り、ほぼ倍の3900万円を記録し、東京テアトルを配給会社とする制作委員会を組織でき、映画、この世界の片隅に、は、ついに公開へ向けて進むことができるようになった。この世界の片隅には、ミニシアター系で公開された映画としては、異例の大ヒットを果たした。新宿地区においても、 配給元の東京テアトルの直営館であるテアトル、新宿に続き、かつて、マイマイシンコと千年の魔法の、ロードショーの機関館であった新宿ピカデリーでの、拡大上映が2016年12月24日より、開始された。この日の舞台挨拶に立った、片淵主治家監督と、牧太郎プロデューサーより、片淵監督の前作である、マイマイシンコと千年の魔法の7年ぶりの、 リバイバル上映を新宿ピカデリーで行うことが発表された。マイマイシンコと千年の魔法とこの世界の片隅にを続けて見ることができるという企画であった。2017年1月8日、マイマイシンコと千年の魔法のリバイバル上映が新宿ピカデリーのシアター6にて行われた。舞台挨拶に立った片淵はわずか1時間半でチケットが完売したという大反響を受け、 デジタル映写機用の DCP マスターを小畜が新規に制作したことと、それを使用したリバイバル上映を再び行うことが決定したことを発表した。それまでミニシアターなどで行われてきたリバイバル上映ではフィルムが、またこの日のリバイバル上映ではブルーレイが使用されており、7年前に上映が終了した映画の上映用マスターが新規に、 制作されることは極めて異例であるという。1月20日、DCP マスターのお披露目となるリバイバル上映が、新宿ピカデリーの最大スクリーンであるシアター1にて、行われた。DCP マスターでの上映は、各地の映画館で予定されているという。AB 文部科学省による特別選定、映像作品等選定一覧、文部科学省。 監督自らが映画の舞台を案内してくれるマイマイシンコ探検隊に参加してきた午前編ギガジネ2016年12月6日閲覧マイマイシンコと千年の魔法山口ロケ地マップシネマの旅ランコントル英文文アベックスなお片口メイキング映像を伝えるニュース2009年2月16日時点のオリジナルよりアーカイブ 2010年3月21日閲覧。ポケモンムービー 12E マイマイミラクルあるローカーのフィルムフェスティバル。アナムクリック。2016年12月6日閲覧。マイマイシンコと千年の魔法ロカルノで上映編。フチ監督も登場。アニメ。アニメ。2016年12月6日閲覧。オタワ国際アニメフェス。マイマイシンコなどが入選。アニメ。アニメ。 2016年12月6日閲覧。補助席まで満席。ラピュター佐賀で上映が始まった。毎毎進行と千年の魔法霊都市をレポート。ギガジネ。2016年12月6日閲覧。 h t t p w w w n t v c o j p e i g a t e n g o k u 2 0 1 9 0 7 0 9 h t m l 映画天国放送予定。バックナンバー、地上波発放送。7、旧日本テレビ、映画天国での放送決定。2019年8月19日閲覧。毎毎新古南スイスで、 ワールドプレミア。豊富日報。2016年12月6日閲覧。AB、アートワーク、毎毎進行とンコと千年の魔法第5回キャラクター設定。ウェブアニメスタイル。2021年1月2日閲覧。AB、アートワーク、毎毎進行とンコと千年の魔法第9回キャラクター、設定。ウェブアニメスタイル。2021年1月2日閲覧。 abc アートワーク毎毎進行とンコと千年の魔法第6回キャラクター設定 web アニメスタイル2021年1月2日閲覧 abcdef アートワーク毎毎進行とンコと千年の魔法第8回キャラクター設定 web アニメスタイル2021年1月2日閲覧 ABCDE アートワークマイマイシンコと千年の魔法第7回キャラクター設定ウェブアニメスタイル2021年1月2日閲覧登場人物マイマイシンコと千年の魔法公式サイト2020年9月29日時点のオリジナルよりアーカイブ2021年1月2日閲覧 AB 村井修正美子茂木小畑 マイマイシンコと千年の魔法オリジナルサウンドトラック2009.11例語発売決定クラセンテ2016年12月6日閲覧映画で使用された実際の 35mm フィルムがカットされて特典にマイマイシンコ DVD 発売シネマトゥゲー2016年12月6日閲覧片淵素直マイマイシンコ BD 化特典は この世界の片隅に、パイロット版、映画ナタリー、2017年1月30日閲覧。コトリンゴ新作は、安藤優子、セイクロックをおはたら参加。音楽ナタリー、2016年12月6日閲覧。メイキングオブマイマイシンコと千年の魔法発売になりました。マイマイシンコと千年の魔法の本ができるまで、2016年12月6日閲覧。 AB マイマイミラクルバイオールザアニメキックスターター2016年12月6日閲覧マイマインコと千年の魔法が英語版ブルーレイ &DVD 制作のために出資募集中イコールギガアジネ2016年12月6日閲覧マイマイミラクルキックスターターリーチズゴールフォーイングリッシュダブアニメニュースネットワーク2016年12月6日閲覧 AB 劇場アニメ、この世界の片隅に、パンフレットハット AB、片淵主事家監督とコーナフミヨさんが二人で語った、この世界の片隅に公開記念。ネタバレ爆発とコトントーク。大阪編。ギガジネ、2016年12月6日閲覧。AB、応援集中。この世界の片隅に、アニメ化支援。クラウドファンディング躍進中。監督。 片淵素直原作、河野文代対談。ビジュアルエンターテインメントマガジンベクター。2016年12月6日、閲覧。時をかける少女映画3作品を一挙に上映する、自家系映画祭。2月27日開催。ギガジネ。2016年12月6日閲覧。アニメ業界ウォッチング第24回。今年75歳。破れかぶれのアニメ人生。 丸山雅夫インタビュー。秋葉総研。2016年12月6日閲覧。AB、貯金ゼロ目前。食費は1日100円。苦境極まった。片淵主治家監督。この世界の片隅に。は、どう完成したか。日刊再造。2016年12月6日閲覧。この世界の片隅に。は、こうして作られた。みんなで作る映画を目指した。 片淵主治家監督の情熱。乃木坂週刊映画。2016年12月6日閲覧。ABCDE 映画。この世界の片隅に制作プロセスの秘密。東洋経済オンライン。2016年12月6日閲覧。斉藤森彦。毎毎新庫、新ピカで復活上映決定。片淵主治家監督が舞台挨拶で発表。 シネマズバイ小畜。2017年1月21日閲覧。斉藤森彦。マイマイイシンコと千年の魔法が、新秘下に帰ってきた。シネマズバイ小畜。2017年1月21日閲覧。マイマイイシンコと千年の魔法。この世界の片隅にヒットで、リバイバル上映編。フ監督がファンを前に考え。 モントンウェブ2017年1月21日閲覧。この世界の片隅に、島遺作のマイマイシンコも人気に、リバイバル上へ相次ぐ。モントンウェブ2017年1月27日閲覧。ありがとうございます。